今週火曜日、三重県多気町に日本最大級の商業リゾート施設ビソンがグランドオープン。4月に三色市場など15店舗が軒を連ねるマルシェビソンがオープンしましたが、それはほんの一部。今回9つのエリア全72店舗が完成。敷地面積はなんと東京ディズニーランドおよそ2個分。日本初上陸のお店が続々。スペインの世界チャンピオンが作るこだわりピンチョスに、皆さんビソンにようこそ。花坂でおなじみ世界的パティシエ辻口シェフのチョコレート専門店など、東海地方初の名店も続々登場。さらに、すごい木のいい香りがします。極上露天風呂や大自然を一望できる絶景ホテル。5人のリポーターが VTR と生中継で総力を挙げて徹底取材。今週グランドオープンビソン、日本最大級商業リゾート施設がうなずキング。9つあるエリアのうち5つのエリアを取材。まずはワビソン、加藤アナがレポートします。こちら全国の味噌の量り売りをしているお店や、手作りのこだわり漬物のお店など、和の食材が集まるワビソン。さらに極上グルメもあるんです。東海地方初登場、何やらすごいお蕎麦屋さんののれん分けだというお店なんです。それが手打ちそばの伊勢沖縄。どちらののれん分けなのかというと。こんにちは。いらっしゃいませ。加藤愛と申します。伊藤愛三郎です。名前が似てます。あいつね、はい、方も一緒ですね。そうですね、はい、蕎麦打ちの神様と言われている高橋邦弘、そちらの東海4県初ののれん分けとなっております。そう、蕎麦打ちの神様高橋邦弘さんのお店沖縄ののれん分け。粉へのこだわり、蕎麦打ちの技術は脈々と引き継がれています。土付きの蕎麦の実から完全自家製粉し、蕎麦本来の香り、風味、色味をバランスよく引き立てる。そんな沖縄の蕎麦の夏おすすめがこちら。お待たせいたしました。こちらがすだち蕎麦でございます。すごい、すだちが夏らしいですね。極薄のすだちが敷き詰められた冷やしすだち蕎麦、もう夏にぴったりですね。すだちの酸味と相性抜群。そのお味は、最初にすだちの香りがふわーっと口の中に広がって、しっかり噛んで味わって感じると甘みをすごく感じますね、はい、本当ですか、ありがとうございます、うん、バランスよくそばの香り、風味、色味を出すように粉のブレンドをしてますので、はい、そういったことを味わっていただければなと。実は伊藤さん、日本で修行した後、フランス・パリでも研さんを積んだそうなんですが、そういえば辻口シェフ、そばのお店のご主人を僕がフランスから連れてきたんだとおっしゃってました。あ、はい、そうなんです。フランスで引き抜かれました。辻口シェフも絶賛のおそばなんです。さあ続いても東海地方初登場、天ぷらの名店ののれん分けです。一体どちらののれん分けかというと、東京の神楽坂にある、お座敷天ぷら天光というお店の、はい、のれん分けになってます。歴代首相や来日したハリウッドスターが訪れることでも知られる高級天ぷら店。本店で修行したご主人、そこで教わった江戸前の技で三重の食材を絶品天ぷらに仕上げていきます。おすすめは昼メニューの天寿。開けます。ドン。おー、すごい。ご覧ください。地のものにこだわった食材は6種類。魚介は伊勢湾のもの、野菜はなんとビソンのマルシェで調達することもあるのだそう。さあまずはエビからいただきます。揚げたてでプリプリで、衣はすごく薄めというか、衣が素材の味を引き立てるといいますか、はい、
美味しい衣をつけることによってさらに美味しくなるといいますか、はい、タレもはっきりとした味で、そうですね、はい、神楽坂の方の初代が考え出したタレでして、で創業以来継ぎ足し継ぎ足しでやっている天丼のタレで、そう、のれん分けの時に本店の秘伝のタレも分けてもらい、今はご主人が継ぎ足しているとのこと。さあ続いては、和食といったら出汁重要ですよね。続いてのお店はこちらです。出汁の専門店なんです。かつお節と大きく書いてあります。中お邪魔します。スライドでした。確かに引き戸のような和美村でひときわ目立つこちらは、地元松阪にあるミシュランシェフに高級ホテル御用達のかつお節専門店です。サイフォンで落としたそのまま飲める出汁ボトルに、すごい、パスタが格段に美味しくなるかつお節トリュフオイルなど、出汁のアイデア商品が勢ぞろい。中でも自信作がこちら、わらび餅を凍らせたわらび餅アイスバー。本わらび粉 100% のわらび餅を凍らせて、上には伊勢茶のほうじ茶パウダーちょっと溶けたくらいが食べごろ。そのお味は、食べるとプニプニなわらび餅ですね、はい、甘さを感じるんですけど、はい、なんか大人な甘さというか、これは砂糖の甘さじゃないですね。はい、それがこれです。かつお節です。だしです。かつお節、そうです、かつお節入ってるんですか。はい、暑い夏に冷たくいただきて、しかも甘みは本わらび粉とかつお節だけというヘルシーな夏スイーツなんです。さあ続いてはこの長いエスカレーターでビソンのてっぺんへ。こちら本蔵エリア、ここでしか味わえない絶景露天風呂が目玉。私長岡と新施設にふさわしい新人アナウンサーがリポートします。営業前にお邪魔しました。おはようございます。現在朝5時です。ちょっとまだ霧がかった幻想的な雰囲気になっております。こんにちは。今年 CBC テレビに入社いたしました松本道也と申します。身長186センチとスタイル抜群の新人松本道也アナウンサー、学生時代は弓道に打ち込み全国優勝したこともあるんです。テレビに出るのは初めてということで、はい、一生懸命頑張ります。お願いします。目が全然笑えてない。緊張、ちょっと寝不足もあって。今週のグランドオープンに先駆け、先月5日にできた温浴施設本蔵湯、中に入ると、おほほほ、すごい、山の中での休息がテーマの休憩室。実は本物の竹が天井まで伸びているんです。さあ一体どんなお風呂なのか、新人松本アナウンサー初めてのレポート。おお、広いですね。すごい木のいい香りがします。木に囲まれて落ち着いた雰囲気の内湯、薬草風呂になっていて、そのレシピは三重大学とロート製薬が共同開発。5日ごとに変わるので1年で72種類堪能できるんです。そしてやはり注目は露天風呂。おー、すごい、見てください、この山がもう目の前にあります。今日ちょっとですね、朝から少し霧がかっていてですね、ちょっと晴れてきてはいるんですけども、非常に幻想的な景色となっています。あちらの方なんかも雲がこうちょっと赤がかってるというか、非常に綺麗な色を出しています。見てください、この広さ、ここからもあちらまで、いや本当プールなのかっていうぐらいのこの幅がありますね。いやー気持ちいいですね。心も体も温まって、いや非常に整いますね。この山肌が見えるこの景色、美しい景色を見ながらこうお風呂に入れるっていうのは最高ですね。
こちら香りにも注目してください。露天風呂は地元多気町を中心に採れる薬草が使われているんです。いい露天風呂ですよね。続いて本草湯と同じ建物にできた有名日本料理店の新店舗カサーン、賛否両論。監修するのは日本一予約が取りにくい賛否両論の笠原シェフ。三重の食材を使った料理がいただけるんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。わあ、シェフ素敵な場所にお見せできましたね。いいでしょう。ね、自分で言うのもなんだけどいい素敵なお店だと思いますね。予約は必要なんですか？こちらは予約はいらないですよ。もう普通にフリーで来ていただいて。笠原シェフのお味を、うん、カジュアルにいただけるわけですか？もう全くその通りでございます。カジュハラでいいですね。ここにはいる。笠原シェフの料理が予約なしで気軽にいただけるこちらのお店、注目はビソンでしか食べられない限定メニュー、カサーンおまかせ御膳。はい、ではお待たせいたしました。うわはは、美しいですね。まず出てきたのは季節のハッスン。伊勢鶏を使ったグリーンサラダや湯引きしたハモに梅肉を添えていただくハモ落としなど、笠原シェフの匠の技が凝縮された前菜7品です。この豪華な八寸盛りに加えてメイン料理は、え、はい、八寸の後にこんなにも立派なメインが来る。いや、 やっぱメインがないと嫌でしょう。こちら三重のブランド伊勢の国健康豚ロースの西京焼き。漢方生薬を含む餌を食べて育った健康豚は臭みがなく脂っこさを感じにくいとのこと。笠原シェフ特製ホワイトセロリ入りの大根おろしと一緒にいただきます。だんだんね、豚の旨味、それでお味噌の甘みね、出てきて、これご飯が進みますから。実況ですね、今言った通り。噛んでいくことの旨味は増していくのにしつこさは感じないでしょ。で、さらにその旨味を増幅させてくれるのがホワイトセロリのおろし、はい、すごくすっきりと全体を軽やかにしてくれますね。そうですね、これが梶原シェフの真骨頂。ありがとうございます。三重県小布町にあるカサーンアクアイグニス店でも月に1000食売れる大人気メニューもいただけるんです。こちらですね、松本さんにこちらでございます。おカサーン名物の伊勢真鯛の鯛茶漬け。伊勢真鯛の、伊勢真鯛は南伊勢町を代表する養殖の真鯛。餌にポリフェノールを多く含む海藻、柑橘、茶葉の粉末を使うことで新鮮さが長持ち、臭みがなく油も少ないさっぱりした味わいに。そんなこだわりの伊勢真鯛にカシューナッツが入った秘伝のごまだれを絡めてコクを加えたら、カツオと昆布の出汁をかけていただきます。思わず笑顔がこぼれてしまうぐらい本当に美味しいですね。鯛自体のこの旨味というか甘みでしょうか、しっかりと口の後に残る、後味として残るというこの非常に旨味があります。このお刺身だけでいただき、もう全部いただいちゃいたいぐらいの。そしたら茶漬けってならない。そうですよ。いやいや、そうです。そしてビソンには大自然を満喫できる絶景ホテルも。今週オープンのホテルビソン、こちら友近さん大注目らしいんです。行きましょう。グランドオープンの目玉の一つ、ホテルビソンも引き続き私長岡レポートします。どれぐらいの規模なんですか？そうですね、こちらのホテルに関しては155部屋ございます。え、そうなんです。山の斜面に立ったホテルには全155部屋あり、そのすべての部屋から自然あふれる雄大な景色を堪能できるんです。中でも最も多い部屋数を誇るスタンダードなタイプのお部屋へ。うわっ、すごい開放感ですね。
こちらの部屋はテラスツイン、中でゆっくり過ごすのもいい。そして注目は、はい、このテラス。このほとんどの部屋で、これついてますね。仕事、家庭、さまざまなストレスがブワーッと今もう出てってますよ、はい、この開放的なテラス。今後このテラスを活用したバーベキューやグランピングのできるプランも増やしていく予定だそうです。ホテルには全部で5種類の部屋があり、さまざまな価格帯から選ぶことができますよ。まだおすすめしたいとっておきの場所があります。そう、実はホテルのすぐそばに完全なプライベート空間の離れ、ヴィラが6棟あるんです。まるで別荘に来たかのような気分になれるということで、さあ中に入ってみます。すごいお部屋ですね。広くてさらに高さのある屋根、開放感がすごい。それだけじゃない、はい、ちょっと後ろがすごいです。これ全部この部屋の庭ですか？そうです、こちらは全てお使いいただけます。ドッジボール大会はできますねこれね。そうですね。すごい。全てのヴィラには露天風呂ついてます。リラックスしながらこの景色独り占めなんですよ。こんな時期だからこそ、はい、自分たちだけで家族だけのプライベート空間を確保して全てここだけで完結できる、はい、これは泊まりたくなりますね、はい、来月10日には価格抑えめな宿泊施設旅籠ヴィソンも新しくオープン予定。続いては向かったのはスイーツブレッジ。4月にオープンしているスイーツ店にパン屋さん、おなじみ辻口博信シェフのお店が立ち並ぶエリアで、今回さらに東海地方初の店が新オープン。すると、あちらに辻口シェフが。辻口さん、おはようございます。花咲タイムズです。お話いいですか？そう、日本を代表するトップパティシエ辻口博信シェフ。花咲ファミリーの辻口です。花咲ではスタジオ生出演に、ロケでのリポーター出演と、もはや準レギュラー化しているお方。今回花咲がみんなで総力取材することを伝えると、もしよかったら僕がね、第2弾 のリポーターしましょうか。もう総力取材なので協力していきましょう。協力してね、はい、そういうことね、はい、ならよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではスイーツビレッジの新オープン店を辻口リポーターが徹底取材。はい、皆さん、ヴィソンにようこそということでですね、第2弾の辻口リポートをスタートしていきたいと思います。こちらがね、カカオハウス。カカオの木って皆さん見たことないでしょ、はい、こちら辻口さんが手掛けるカカオ農園、国産カカオを使ったチョコレート製造を目標に研究しているんです。熱帯植物のカカオですが、見てください、もう小さな実をつけているんですよ。可愛らしいですよね。これを見ながらですね、こうやって進んでいただくと、なんとなんと、あの隠し部屋、ちょっとミステリアスな、入ったら最後二度と出てこれないというね、魔のカカオ部屋があります。というのはパティシエジョークですが、この隠れ家のような入り口の奥にあるのが銀座のル・ショコラドアッシュが、なんとこちらにあるんですね。こちらは辻口シェフのチョコレート専門店です。世界的に評価される超一流ショコラティエのシェフが、その情熱と技を余すところなく注ぎ込んだ珠玉のショコラが勢ぞろい。今までは関東でしか買えませんでしたが、満を持して東海地方に初登場。なんと店内は人間ではなく、ショコラに最適な温度湿度に設定する徹底ぶり。
滑らかなショコラを挟んだサブレのシリーズは関東でも入手困難な新作。そして三重の特産を使ったビソンだけの限定品もあるんです。それが婚約指輪が入ってるかのような、もうここのビソンの中のルショコラダッシュでしか販売していない、そのマイヤーレモンのショコラ。高級ジュエリーケースのような箱の中にはなんとショコラがたった一粒。シェフが惚れ込む三重県特産のマイヤーレモンを使ったまさに宝石のようなチョコレートなんです。このチョコレートって一体どのぐらいの幅あんだあ、なるほど、これ1センチかい。じゃあ中割ったらどうなってんのっていうね。あ、中すっげー、何これ、マイヤーレモンのパートとフリーじゃないですか、小森シェフ。そうです、パートとフリー入っております。ねえ、はい、じゃあこれ何ミリ使ってんだい8ミリ、2ミリ、1センチ。そっか、こういう組み合わせか。じゃあ家に帰って真似しちゃおうみたいな、そういうねそれではマイヤーレモン試食です。うん、この年で食べるマイヤーレモンのチョコレート、生産者のこの息吹がね、情熱が伝わってくるし、またカカオのね香りとすごく合います。最高ですね。それもそのはず、果汁を凝縮したジューシーなゼリーだけでなく、上半分にもマイヤーレモンを使っているので、たった一口でフルーティーな風味が口に広がるんです。アイスさここにね、秘密の橋があります。こけずに渡ると幸せになるって言われる、そういうね幸せ橋で、この先にはですね、実はなんとスペインがあるんです。スペインの、しかもバスク。ぜひ行きましょう。辻口リポーターは大注目のグルメエリアサンセバスチャン通りも取材してくれるらしいです。スペイン北東部バスク州サンセバスチャン市は世界一の美食の街として知られる観光都市。その名が由来のサンセバスチャン通りはなんと日本初登場のスペイン料理店をはじめ、カフェやスイーツ店、行列のできる生活雑貨店など12店舗がオープン。なぜサンセバスチャンなのかというと、実はビソンのある竹町と友好都市だからなんです。こちらは現地で締結した時の写真です。これ私ですよ。あの10回ぐらい僕あのサンセバスチャン通ってこのエネコ市長にしつこくオファー出してましたんで、たまたまいたわけではありません、はい、現地にも詳しいということで深いリポートお願いします。あそこにね、あのアラッツって見えてるんですけどね、実はあのアラッツはサンセバスチャンの市長の行きつけの店なんですね。そうなんです。こちらアラッツはサンセバスチャン市長が足しげく通うバスク郷土料理店で、姉妹店を出すのはなんとここビソンが初めてなんです。はい、こんにちは。いよいよオープンですけど。はい、順調に進めています。こちらが料理長の渡辺さん。イタリアンの経験を積んだ後スペインに渡り、アラッツの兄弟シェフイケルさん、シャビさんの下で修行しました。師匠である兄弟シェフのお兄さんイケルさんの名前がついたコースは全9品。看板メニューのアサリのパエリアに、ニンニクソースがスペインらしい魚料理、肉料理にはここ三重に敬意を表して松阪牛を使っています。そして郷土料理で有名なカニとパプリカの詰め物でございます。パプリカとこのカニっていうのは組み合わせがまた最高だよね。そうですね。赤パプリカの中に紅ズワイガニをたっぷり詰めて焼いたアラッツのスペシャリテです。野菜を煮込んだソースを添えた、そのお味は、うん、やはりベニズワイガニのね、この食感とこう海の香りとパプリカのこの甘み、それがこう結びついて口の中でね、ものすごくいい調和をね持って満たしてくれる。辻口リポーター、現地で印象深かったことがあったそうで。
サンセバスチャン行くとね、必ずみんなこうやるんですよね。そうですね。あれあるの？チャコリあります。チャコリ。ちょっとチャコリやって。はい。チャコリはサンセバスチャンのあるバスク地方のワイン。注ぎ方に特徴があるそうで。ではどうぞ。いやーうまいね。さすが。どう。空気が含まれて香りがより立つんだそうです。さすが美食の街。アラッツの隣もサンセバスチャンから日本初登場のスペインバル、カサウロラ。本店シェフのパブロさんはなんと世界ピンチョス大会のチャンピオン。ピンチョスは串に刺さっていたりバケットに乗った軽食のことで、サンセバスチャン発祥と言われています。そんな名店初の海外進出を任されているのが、スペイン滞在歴13年の中島料理長です。おすすめは受賞メニューのこちら、葉ニンニクマヨネーズがアクセントの冷製ピンチョスです。ポイントはガーリックオイルで揚げたバケット。いやーうまいね。ニンニクオイルで揚げることによってそうですね、ジューシーで、上のアンチョビの素材とかボイルしたエビとのこのバランスが非常にいいですよね。引き続き辻口リポーターがサンセバスチャン通りの注目グルメを徹底取材。すごいね。こちらは日本で唯一と言われるあるものの専門店です。はい、今バスクチーズをねこれからねオーブンに入れますんでね。まあ、バスクサンセバスチャンには欠かせないそのバスクチーズの専門店なんですね。バスクチーズといってもこちらはバスクチーズタルトのお店なんです。おなじみバスクチーズケーキは真っ黒に焦がした表面が特徴ですが、バスクチーズタルトはタルト生地にバスクチーズケーキが入っているんです。実は本場バスク地方ではバスクチーズケーキと人気を二分するポピュラーなケーキ。タルト違うのか。そっか。こちらのお店ではブルーチーズを少し入れています。味のアクセントにもなるし、しっかり焼いた表面は塩キャラメルのようになるんです。さあそのお味は。あ、いいですね、チーズの香りがね、はい、このブルーチーズの香りと塩味がねチーズに奥行きを与えてくれる、そういうね味わいですよね。そうですね。焼いてあるんだけどこのトロッとした感じがねいいですね。このバスクチーズのニュアンスって日本じゃ多分ここだけだと思うんですけど、そうですね、新しいバスクチーズケーキの形として伝わればいいかなと思います。ですね。こちら単品もありますがセット買いは割安になっています。続いて、はい、皆さん、このね、バスクサンセバスチャン通り、ちょうどこの角にですね、井村屋さん、もう僕もねヘビーユーザーなんですよ。肉まんいつもね食べてるんですけど。そう、あずきバーでおなじみ、地元三重が本社の井村屋になんと和菓子店が新登場。へえ、あ、まあ間違いないね。じゃあで今まで井村屋さんでこういうお店っていうのは出されてたんですか。はい、今回ビソンにて初めて、はい、初出店となっております。ここでしか買えない。そうでございます。自慢のこしあんでお餅を包んだあんころ餅や新食感の小豆菓子などここでしか買えない和菓子が勢ぞろい。中でも一番のおすすめ商品でございます、笹まんじゅう北条家というものにございます。当社が新たに、お酒作りをスタートいたしました。そちらの、もろみを使っております。そうなんです、和菓子店と同時に酒造りも始めたんです。しかも蔵は美村内に建てちゃいました。すごい、もう攻めますね。攻めの井村屋って言っていいですか。そう言っていただけるとありがたいでございます。ねえ、いや攻めてるわ。そういう人好き。わ、柔らか。そうだ。マジこれ、この柔らかさ。はい、皮にもあんこにも、もろみを使用しております。何、もろみ使ってんの。はい、だからこんな柔らかいんだ。はい、うん。蒸したてとなっております。うわ、おいしい。
本当に口の中に入ったら溶けて消えちゃう。で、余韻がね、素晴らしいですね。僕今まで食べた酒まんじゅうの中でね、はい、一番おいしい。さらに注目の新商品がもう一つ、焼きたての串団子に塗ってあるこちらのタレ、なんと小豆で作った味噌なんです。井村屋のプライドをかけてね、作り上げたその情熱をね、感じましたね。はい、そういうことで、農園レストラン、これはまたね、スピリチュアルなシェフ、奥田シェフがね、素晴らしい料理を展開してらっしゃるんで、訪ねていきたいと思います。キーゴー。リソン徹底取材、辻口リポーターは農園エリアへ大移動。はい、再び、花坂リポーターをやらされている辻口です。皆さん、ようやくですね、この農園にやってきたんですけど、オーガニック農園に。9000平方メートルという広大な敷地の農園エリア、キューピーが協力していて、サスティナブルとオーガニックがコンセプト。将来的には野菜やフルーツを育てていく予定なんだとか。併設されているのは、三重の食材がふんだんに使われる地産地消のイタリアンレストランです。こちらの取材を楽しみにしていた辻口リポーター。はい、じゃあ行ってまいりましょう、早速。はい、あれ、あ、どうも、花坂タイムズです。リポーターの辻口がやってまいりましたけど、奥田シェフ、はい、お元気そうで。元気です。そう、シェフ仲間の奥田正幸シェフ。この方、世界の料理人1000人に選ばれたこともある凄腕シェフなんです。野菜をはじめ素材の使い方が天才的と言われていて、ミソンではこちらのレストランを監修。厨房に立てばその技を見ようと若いスタッフたちが集まってくるほどです。そんなトップシェフ2人、農園を望むテラス席でいただくのは奥田シェフ監修のランチプレートです。うわ、絶景。おー、すごいな、さすがですね、奥田シェフ。パスタにメイン、バーニャカウダ、さらにデザートプレートが別についたお得なプレート。ポイントは、一応こちらの農園の、はい、野菜とかを使って、作るんですが。なるほど。バジルのパスタにはシャキシャキのおかひじき、地元三重の伊賀もち豚とレンズ豆のソースのお味は、うん、この肉の甘みとか肉の食感、このレンズ豆がね、ソースをすごくたっぷり含んでるんですね。後から追ってくる感じ、すごくね、旨味を感じる。さらにバーニャカウダのソースにはカリフラワーを使い、とにかく野菜にこだわる奥田シェフは、土の中に首だけ出して野菜の気持ちをもう一回思い出そうともやってました。本当テレビ的にね、受けを狙って言ってるっていうふうにみんな思うじゃないですか。うん、本当に本当にやってるんですもんね。撮影なしで。マジっすか。ですけど。